では生存が使ってまいりますポケモンこちらキチキギスとなっております。トモコ使うシリーズの最後をね締めるポケモンはこちら、なんとねマシマシラよりダブルバトルだと使用率がね高いと、いうことがね発覚しておりまして、しかしこのキチキギスどう考えてもマシマシラより弱い、どう考えても弱いということで技を見ていきましょう。こちらですね、もう明らかに弱い、もうやってることが弱すぎるということなんです。もう凍える風ってねマジカルシャインで特製毒の鎖をね発動させて相手2体に当たれば、まあ、3割ずつの判定がありますので、まあ、毒にする可能性が高いみたいなねしょうもない使われ方しか、まあ、されていないということなんです。まあ、今のダブルバトルでですねこんなノロノロとしたね戦い方で通用するはずがないということでですね、まあ、もうちょいまともな技をね与えてあげてもよかったんじゃないかなと思っておりましてですよ、まあ、これ種族値、まあ、こうなってるんですよ。特攻が終わってて攻撃がそこそこあるんですけど、攻撃技もう完全に終わってます。もう終わってるとしか言いようがないぐらい終わってて、特殊はねムーンホースとかあるんですけども、数値が終わってますということでね、このような、まあ、技構成使ってもしょうもない動画にしかならないということでですね、もうとっておきの方をね、まあ、友達のね協力もあって開発してきましたキチキギス、こちらイカ様のエスノーマルタロストローということで、はい、やっていきます。特製テクニシャン、なんと夢特製のテクニシャンをね使っていきます。これね威力が60以下の技の威力が 1.5 倍になるというね、特性となっております。今回使っていくセーブミントの威力がなんと 1.5 倍になると、威力はね25を4回5回、イカ様ダイスで確定で出すことによってですね実質の威力がめちゃくちゃ高くなるということで、ノーマルテラスねすることによってさらに威力が 1.5 倍になっていくということでですね、電光石火を覚えるっていうのも強くて、剣の前で火力を2倍にしてスイープビンタ電光石火で相手をボコボコにして勝利するというね、コンボデッキになっております。ここまで見て弱いと思った方なめるなーということでね、もう対戦パートぜひ最後まで見ていってほしい神回です今回は。はい、泥棒に関してはですよ、これはねもう明らかに弱いです、弱いんですけれども、もう本当に採用する技がなさすぎる、弱すぎるで、物理、まあ、本当に悪タイプで、ゴーストにはこのスイープビンタが無効化されてしまうんで、ゴーストに抜群つくために入ってます。まあ、威力60なんですけど、テクニシャンのおかげでね威力90あるんで、まあ、不一致の90の、まあ、そこそこ安定してる技と考えてもらえば、まあ、悪くないんじゃないかなと。ほぼ火炎放射みたいなもんですよ。で今回こんなキッチキギスをサポートしてくれるのはこちら、ドン、オーガポンとなっておりまして、オーガポンね、なんと水の仮面をキッチキギスにピンポイントで奪われている身でありながら、今回キッチキギスをね、この指止まれで守るっていうね役割が、ございますと。なんてけなげなんだこのね、このキチオーガでね今回相手をねボコボコにしていくっていうコンセプトになってます。特性貯水があるからね、水ウーロスの水流連動をね無効化できるっていうね強みがこの水オーガポンにはありつつですよ。まあオーガポンがキチキギスを守って倒れた後はトルネロス出して追い風することによってですね、キチキギスの微妙なね素早さをサポートしつつ積んで相手を全て破壊できる状態になったキチキギスが素早さまで確保してもう終わらせていく、そういうデッキになってますということでね、本当に、対戦パート最後まで、最後のね評価発表するんで最後まで見ていってくれると嬉しいです。それでは見ていってください。すべせはい、ターン、かなり正社の方はリンクです。よろしくお願いいたします。ということで、草統一。来ました草統一。しかも、今回、ゴーストタイプが0対、0対ですよね。あれ、草格闘だもんね、ジナイパーね。はい、ということなんで、もうほぼ勝ちが確定したかなと。うん。まあ、キチキギスのね、相手としてはもうこれが、もう十分。うん。もうどういう意味かちょっと難しいけど、これが十分。キチキギス、いきます。ちょうどキチキギス。キチキギス、まあ、オーガポンかイカネズミなんですけど、まあ、どっちがいいかな。まあ、ちょっとイカネズミだったら格闘で抜群取られるのが鬱陶しいけど、オーガポン、まあ、抜群、まあ、取られなさそうなんで、一旦こっちから行くか。で、トルネロスが、まあ、相手の草タイプに抜群つけて最強なんで、じゃあこれだけでいいとか言わないでください。はい。このね、後ろの2体だけでいいとか言わないでください。もうこれね、キチキギスで、勝負をね、決めるっていう、感じで、ね、やらせていただきますので、まあ、そこのところのね、ご理解だけはちょっとね、していただかないと。はい。まあ、このコンボっていうのがね、まあ、草統一みたいな、まあ、統一パーはもう破壊しちゃうぞっていうところで、もう舐めんなよと。いうところでね、毒タイプのキチキギスなめんなよっていうところで、もう絶対強さをね、証明して
色違いアルセウス、俺だ。相手のトレーナーカードは色違いアルセウス、俺だ。さあ、芽吹き鹿とドダイトス、さあ、降りますよということで、これはどうしよっかな。この芽吹き鹿あ、ノーマル入ってんだ。ノーマル入ってんだね。もう結構上位の何やるか全く分かんないポケモンの、まあ、1匹かなと思っております。さあ今回はね、怒りの粉じゃなくてこの指止まれっていうね、まあ上位互換技みたいな感じなので、相手が草タイプだけどね、まあ、座れないみたいな、そういうしょうもないことがないんで、かなり安心感があります。さあ守ってきて、まあ、やっぱり毒とかねきついから守っていく。で、土台とすは地面があるというところで、ちょっときっちき、え、やばくない地面、これ地面技でキチキギス、これ倒されない、普通に。危ねえ、マジで。これ危ねえ、マジで。もしかして俺、超絶なプレミアをするところだったか、もしかして。てかもうしてたみたいなところある。ま、気にしない。気にしない。気にしないね。まあ、これはまずもう土台とすを破壊していっちゃいます。皆さん。やっていきたいと思います。これでゾダイトス倒せんかったらもう使ってる意味ありませんよと、それぐらいの話になってきますんで、ちょっと来ましたね。ノーマルテラスタルがちょっと斜め向いてる、いや向いてないですね、うん、何を言ってたんかって感じなんですけど、さあこの指止まるでキチキスを守っていきつつ、決めていったらスイブミント、命中していって、はい、オッケー。これ4回当たったら絶対に4回当たって、4回当たるってことは、5回当たれば問題、強い。え、違うわ、スイープビンタの追加効果じゃない、5回カーザマ見やがれ。さあ4回だったらマジでドダイトス耐えられてやばいことになる予定だったんですけれども、いやよかった。ちょなんかバグみたいなのしかかりきた。5回当ててくれたことによってですね、しっかりとドダイトスを倒すことができましたと。で、なんかスイープビンタの追加効果で混乱したのかと思ったんですけど、スイープビンタ多分そんな追加効果は別に存在してないですね。ちょっと調べよう。スイープビンタそんなないよね。一旦に5回連続で攻撃するって効果しかないんだけど、何なんだスイープビンタってね、え、意味わかんねえよ。いやー、相手がウイノミで多分性格が多分ミスってたから、はい、普通にそうなっただけですね。混乱しただけですね。今度ダーテングとか余裕ですよ。うん、もう猫騙しとかされてても余裕。はい、来ました。もう完全にボコボコ、これもう完全たるボコボコ劇場入りますよ。この指止まるでオーガポン、まさかのキチキギスを守るというね、この純粋無垢たるこのいいやつ、敵であるはずのもうキチキギスをしっかりと守っていく可愛い乙女です。さあスイープミンタ、スイープウィンターがトップ目立すぎて、あえてウィートが嫌とか、もう次なんですが、はい、さあ、スイープウィンター対策が進んだ環境下でもですよ、相手はまさかの剣の舞い、テラスタルまでは、ちょっとね、予測できなかったんじゃないかなと、まあ、いうところですよね。はい。ということで、ダーテングをね、しっかりとしばき回していきました。いや、こんなね、ウイとかイヤとかね、こういう、なんだろう、HP が4分の1以下になった時に回復するっていうね、持ち物なんですけど、最近全然いないんで、うん、これもかなりレアですよね。ありえていいんですか、こんなこと。さあ、もうマジで止まんねえからよ、キチキゲスが。一生この鹿をね、放置しま、ゴーストテラスやめろよ。ゴーストテラス来たら泥棒で破壊すっからな。いや、鋼でもいい、鋼でもいい、ゴーストだけやめろ。草、オッケー。なんだ草って、このビビオンって飛行虫だよな。このモロバレル対策に草テラスタルになってるのか。さあこの指止まれでしっかりと相手の攻撃を吸っていきながら、キチキゲスか先制していって、素早さぶりが生きていって、え、またまた木の実、お盆、またお盆、これでもう貫通しがいがあるってもんだよ、木の実をね食っていくやつ。しっかりと貫通して倒しまくるっていうね、このまさかの採用試合に、ね、なるっていう、もう草統一を見て、この瞬間にですよ、なんか
もうボツになる予感っていうのも相当感じてはいたんですけれども、奇跡的なね神試合と、まあ、化したというところですが、まあ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 2戦目はねちょっともうちょっと白熱する試合をねお届けしたいなっていうところはあるんですけど、まあ、これも十分白熱しはしたんですけどね、まあ、ギリギリちょっと危うい感がなかったんで、まあ、初手ね僕が自信打たれてたら完全に終わってた説もあるんですけど、まあ、初手以外ねあんまり危うげがなかったんで、はい、まあ、そっちはね、まあ、2戦目に期待していただければというところで、まあ、理論上、まあ、理論上ね、まあ、このように、はい、圧倒的な、まあ、勝利をね、掴むことができるポテンシャルっていうのをまず証明できたところはね、まあ、1戦目としてはね、まあ、動画の導入としては、まあ、完璧に近いものがあったんじゃないかなっていう、はい、印象だけは、まあ、受けているみたいなところもあったりなかったり。スイープビンダーちょっとやばいですねこれ。ただでさえカスみたいな技なのに、あ、言っちゃったカスみたいな技って、カスみたいな技なのに命中85っていうね、このもうとんでもない、もう電光石火してる方がマシまであるっていうね、電光石火の方がマシマシら、はい、もうカス命中みたいな、カスすぎる技、こんなもんね、皆さん、お子さんに使わせちゃダメです、このスイープビンタやったり、木枯らし嵐みたいなね、ほんまに、この低命中の、本当にぶっぱ技みたいなね、本当に教育に、なんかあれやな、大パリメイクの時の全員助け持ってる相手みたいな、の思い出しますね、この、仕込みなんじゃないかっていうレベルのこの上のみ。仕込みじゃないんですよこれ、わざわざこのね海外勢みたいな感じのこれリンクさんのロムをね用意してこのカジュアルバトルで対戦してるわけじゃないんですよ、仕込みじゃないんですこれ。というわけで対戦ありがとうございました。はい、というわけで今回の犠牲者の方はスリメイさんです、よろしくお願いいたします。ということでですね、これに勝ってこそのキチキゲスなんじゃないかなというレベルのね、はい、もうネタ界にもうでも消化しちゃおうかな、うん、もう許さないビラ選手ね、これはちょっともう許せないですね、はい、もうやっちゃいます、はい、やっちゃおうかなと思ってます、よろしくお願いします。海王が来たらね、あーやばいですね、オーガポンも、草技がないですと、いや非常にやばい、うん、いや非常にやばすぎて逆にこれ初手取るねか、深すぎた結果これトルネロス、もうなんか指剣、指剣みたいなのはもう皆さんね強さ分かっちゃったと思うんで、もう今更それじゃないですね、うん、それじゃないの、完全に分かった、完全に理解しちゃった。いや多分スイープで火力見てる感じ全て倒せますね、剣の前とか別にしなくても、はい、まあ、大体3発でね、敵倒してるんで、まあ5回当てれば、まあ 2. 点ね、剣の前したやつの 2.5 発分ぐらいのダメージ出るっていうことなんで、まあ、つまりいけるってことですね。さあ、これもうレックザワンパンしよっかな、普通に。災い込みで、全然ワンパンしよっかなっていう感じのとこまでは全然来てますね、はい。はい、いけました。これ強いっす。いや、待てよ。これ凍える数でよくね、いや。いや、凍える風でいいのか。いや、しかしながら。いや、しかしながらね。つらら落としでトルネロスがひるんだら、もう終わりなんですよね。すべてが。もう何もかもが終わるっていう。しかも、新速つららみたいな、まあ、可能性もあるっていうところで、まあ、正直難しいですね。これ、凍える風いくのか、この、キチキギスを信じてレッグーザぐらいは災いスイープで倒せるっていうことをね考慮して、凍える風せずに追い風だけで戦うかっていう、この究極の二択にね私今、まあ、攻められているところなんですけれども、さあノーマルテラスタル、これを読めるはずがない。まずはこの立ち回りを読めるはずがないんですが、じゃあ新速とか不意打ちとかね、キチキギスに飛んできたらね完全に終わります。防御あんま高くないんで、いやテラスタル、レッグーザなんだ、凍える傘警戒でなんか変なやつで、鋼だけはやめてくれ、鋼だけはやめてくれ、おノーマルオッケー、いやノー全然オッケーじゃないですよね、これ全くもっとオッケーじゃなくて、てのもレッグーザのノーマルテラ神速やばくない、伝説戦強すぎない、まあメガレッグーザがいるわけでもないから大丈夫か、ちょほんキチキギスやめて、やばいってそれ本当に、はいはい、というわけで、この犠牲者の方は、ヤガミ VGC さんです。よろしくお願いいたします。VGC っていうのはね、まあ、海外でいう、まあ、ダブルバトルの、公式競技勢みたいな、はい。
まあ、競技部門のことを、まあ、VGC と、はい、ビデオゲームチャンピオンシップス的な、ねまあ、感じでやってるんで、これ VGC ついてる人って100億%ガチ勢なんで、はい、まあ、これは、まあ、完全たる、うん、もう実力を分からせる時っていうのが来たのかなっていう印象を、まあ、受けています、うん、受けています。でキチキギス行くじゃないですか。でからに、でからにですよ、まあ、チャデスとか、まあ、きついのはね、チャデスのトリルか。いやトリル実はきつくないか、なんかトリックルームとかもむしろしてくれぐらいあるか。ただシャカシャカチキン砲でキチキギスが焼けたりしたらもう結構発狂者にはなりますよね、うん、まあある種。他きついのは、まあ、ウィンディの威嚇ですよね。これはもう完全にきつい、うん、やばいほどきついんで、まあ、それは剣の前で何とかするしかないっていうところもありつつ、まあ、一カネズミか、うん、なんか挑発とかしながら一番いい塩梅でなんか戦える気がするから、でもう指でサポートしまくってトリックルーム張らせてもいいわ。トリックルーム張らすぐらいでやっていきます。はい、まあ幸い今回ね相手もガチグマ、特殊の方なので、まあ、自信みたいなね全体技が、まあ、ないというか、まあ、ハイパーボイスはあるんですけれども、はい、まあ、持ってない可能性高いっていうところで、はい、まあ、それに関しては、まあ、指してればキチキギスは無傷というわけですね、うん、それを生かしてやっていきたい。さあなんか髪の毛すごくない、なんか片方爆発してんだけど。さあチャデスとイダイトですね。イダイトこっちか。まあこれ剣の前にしちゃっていいっすか。剣の前泥棒でやっちゃっていいっすかね。もうこれフレンドカードがあるんでこの指止まりしなくても全然ね味方の耐久力自体は上がっておりますんで、はい、クイックターン、威力高、化け物だ、もうダメだキチキギスまともに攻撃を食らったら死亡することが発覚してしまったわ。スカーフクイックターンかで、まあ、火力めっちゃあると。でウルサルナ来て、まあ、これはもう相手にトリックルームするっていう話ですよね。もうこれガチグマワンパンしたらさすがにこれ認めてもらってよくない？普通にこれメンタルハーブとかやめてくださいよ。さすがにそれはちょっとありえないです。さすがにちょっとそれはね、それだけは OK。 さあ OK ですということで、まあ、こいつ多分硬いからスイーブビンタさすがに、さすがにさすがにさすがにって感じですね。で、まあ、倒せる前提なんでこの指止まれとかねする必要がない、うん、全くもってもうする必要がないという状況でございまして、うーん、いやさすがにあれか、ウィンディ警戒した方がいいのか、ウィンディだけ警戒しとくか。怒りの前歯、怒りの前歯よりキチキギスの方が早いからねそう考えたらこの指止まれしかすることなくねチャデスが交代するから結構な確率で、その時にまあ前歯を当てとけば、まあ、アドが取れるんですけど、まあ、別にスイープビンタ全部破壊するから別に前歯のダメージとか関係ないわ。あ、オッケーオッケーオッケー、それね、完全に分かった。これもガチグマワンパンしちゃいます。皆さんここでもガチグマがワンパンできたらさすがにキチキギス、皆さんもねこれ真似して僕と違ってねカジュアルじゃなくてランクバトルね使っていただければなっていう風に思ってるんで、はい、よろしくお願いします。来た、守ってない、オッケー守ってなくて、オッケー、当てて当てていったー、スイーブビント、ん、ちょっとやばいぞ、ゴツゴツ、やばいやばい、ゴツゴツ、急所ゴツ急所、おっさーガチグマをワンパンしていったろー、この男。さあ相手もこれにはちょっとね驚いたか、相手もこればっかりは少しばかり驚いてしまったか。さあチャデス来ましたよと、まあこれに関してはですね、まあ、多分ね相手も多分予想外だと思うんですけど、うん、こう泥棒っていう技でねチャデスを破壊していきたいというふうに思ってますこれいやちょ待って、破壊できなくない？冷静に考えてほしいんだけど、破壊できなくない？まあ、でもできるとして、いやー、冷静に考えたら、まあ、ここ、キチギギス相手ウェーブタックルじゃないですか。キチギギスを生かしたいんなら、まあ、この指止まれしながら、なんか、泥棒とか、みたいなことするんですけど、
挑発した方が良くないみたいな、キチギギスウェーブタックルで倒されつつも一カネズミが挑発できる方が強くないっていう、まあ、疑問は、まあ、少々ばかりも残りつつも、まあ剣の前にして、まあ、もったいないし死亡するのが、まあ、ここでこの指止まりしてれば次のターンもね、うっ OK ですね。これは結果的にはいい動きになったでしょうか。若干ね、結果的には守るはちょっと予想外だったんで、まあ別にウェーブタックル耐えて、さあ1回ですれば耐えますと、はい、耐えてトリックルームされてシャカシャカチキホーンも耐えるんでキチギギスが、まあ、逆にトリックルーム張られたら、まあ、イダイトを泥棒で倒すことができたりだとか、まあ、そういうプレイングもあったんで、はい、もう逆にもうトリックルームもう張ってみろと、張れるもんなら張ってみろということでやっていきたいと思います。泥棒からのこの指止まり、これでいきます、これでいきます。えっ、まずい、泥棒を見しちゃったせいで泥棒に対して何やばい、まさかの逆さバトルしてスイープビンダ打ってれば倒せたみたいなところがある。なんだこれは、何がしたいんだね君は、何がしたい若者なんだね。ウェーブタックルこれでね、めちゃくちゃ頑張ってくれた、イッカネズミがダウンとなります。本当にありがとう。で、泥棒どれぐらい入るか。くらえ！結構入る結構入るいいね。結構硬いイメージあるんですけど、ねえ、なんか全然いけてましたね。普通に考えて。さあ、これどうしよっかな。指するべきなのか。まあ、冷静にさ、特防高いからさ、倒されるわけなくねっていう理論で、やっていきますか。はい、ここはまあタイプ相性的には、まあ、キチキギスが泥棒をこっちにしながらスターコンボをこっちにしてれば、まあ、命中的にも安定してやっていけるんで、まあ、勝ちなのかなっていうところで、これやけどしたらちょっと発狂するわ、さすがに発狂です、発狂ベイベーです。てか結構回復する、もしかして思ってた。いやでも大丈夫、イダイトぐらいやけどしてても全然余裕だから、余裕だから。弾火力高いと思ったけど、さあスターコンボーはあ、オッケー、大丈夫。オーガポンはね、ここでやけどしたらこいつ倒せなかったんですけど、キッチキギスはね圧倒的火力があるんで、まあ、チャデスをねあれだけ削ったってことは痛いとぐらい余裕って話なんですよ。泥棒いけー。しかしながらウェーブタックルの反動でこのね、イダイトを倒すところまでがシナリオとなっているんで、まあこれに関してはまあ全くね問題なく、まあシャカシャカチキン砲でまあやけどしても勝てるよっていうところをまあ証明したっていう話ですね。うん、っていう感じですね。はい、ですね、これまずいね、これまずいね、普通にこれまずいね。オーガポンが10万ボルトで倒されそうですと。はい、いやこれ完全に理解した、いやこれもう分かっちゃった。はい、ビエ選手分かっちゃいました。これ実はこうです。ここ一見不意打ちをイダイトとかに適当に打って、まあ、最後ねクワガタとウーラオスの対マンに持っていくみたいな可能性をまあ考えるじゃないですか、普通であれば。うん、まあ、普通であればね、うん、ちょっと待って、こいつ虫じゃね、こいつやばいね、こいつ虫だからやばくない、なんか暗黒鏡で半減しそうな顔してない、もしかして。いや虫、悪に虫は抜群だけど、虫に悪は抜群じゃないか、等倍か。等倍だな。
よしよしよし、危ない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 、虫と毒はね、ちょっと世界王者でありつつ、ポケモンね、2009年からガチめにずっと対戦して、まあ、ずっとね、まあ、世界大会行って全国大会もね、まあ、逃したこともなくっていうね、ポケモン歴を持っているにもかかわらず、ちょっとね、たまにはね、お茶目にタイプ相性ね、まあ、ちょっと不安になっちゃうって時も、まあ、あったりするんですけど、まあ、そういう時はね、ハッサムに対して悪の波動を、ね、脳内で打つシミュレーションをして、等倍か半減かっていうのをね、考えていきます。さあ、オッケー、クワガノンをしっかりとね、暗黒強打不意打ちのね、プランニングで、はい、倒していって、ウェーブタックルの反動でイダイトをね、倒しきって、はい、倒していくっていう、このね、圧倒的な組み立てを見せてね、勝利することができましたということで、まあ、後半こそね、キチギス退場しましたけれども、圧倒的活躍によってね、この試合は勝利に導いてくれたということでですね、イーネイヌより圧倒的に強いってことがね、発覚してしまいました。はい、ということで今回のキチギス評価、神とさせてください。